2020BX12 とはアポロ群に属する潜在的に危険な地球近傍小惑星である。2020年1月27日にハワイのマウナロア観測所で行われた小惑星地球衝突最終警報システムの調査で発見された。発見時、小惑星は地球から約436万キロメートル離れた位置に存在した。 その後の観測で小さな自然衛星を持っていることが発見された。この衛星は主星から360メートル離れたところを公転している。衛星は2020年2月10日にアレシボ天問題によって発表された。2020BX12 は2020年1月27日にハワイのマウナロア天問題で行われたアトラスの調査で発見された。 小惑星地球衝突最終警報システムは地球に接近する潜在的に危険と考えられる小惑星を検出するために計画された。2020BX12 は主にアトラスプロジェクトに関与したラリー・デノー、ジョン・トンリー、アレン・ハインゼ、ヘンリー・ウェイランドからなる天文学者のチームによって発見された。小惑星は地球への接近中に発見され、 惑星から約 0.11au 離れた位置に存在した。発見の時点で 2020BX12 は友座の方向に位置していた。2020BX12 の発見はその後小惑星センターのニオクップに報告され複数の観測所で行われた追加の観測から軌道が予測された。2020BX12 の追跡観測は 発見から3日間にわたって行われ、小惑星は2020年1月30日に小惑星センターによって発行されたマペックスで正式に発表された。発見時に小惑星にはカリフ号が与えられた。小惑星のフォローアップ観測の後、2020年1月30日に小惑星センターによってカリフ号 2020BX12 が与えられた。 カリフ号は小惑星の発見日と年を示す。2020BX12 の軌道が正確に決定されるためには観測に長い時間を要する。小惑星センターが 2020BX12 の小惑星番号を与えられると命名対象となる。2020BX12 は約 1.60au の平均距離で太陽の周りを公転し、公転周期は2.02年。 2020BX12 は、離心率が大きく、王道面に対して傾斜している。軌道の離心率は0.757、傾斜は40度で、近日点は 0.76AU、演日点の 2.44AU である。近日点に近づくと、2020BX12 は、王道より上に移動し、近世よりも太陽に近くなるが、演日点では、2020BX12 は、 王道より下に移動し、火星の軌道よりも太陽から遠ざかる。2020BX12 の軌道は地球の軌道と交差するため、時々地球に接近する。2020BX12 はアポロ群に属する。2020BX12 の軌道最小交差距離は約 0.002AU。法の定義は最小交差距離が 0.05AU 未満。 絶対等級が22未満であるというものなので、2020BX12 は小惑星センターによって潜在的に危険な小惑星とみなされている。これにもかかわらず 2020BX12 は次の200年間で 0.04AU 以内で地球に接近することはない。小惑星は2020年のセントリーリスクテーブルのリストに含まれていない。 2020年2月3日18時56分に 2020BX12 は地球から 0.02915AU の距離まで接近した。小惑星は地球に接近している間、秒速 25.3km の速度で地球に接近し、その見かけの明るさは東急15.7付近でピークに達した。接近時の空の小惑星の見かけの運動は毎時1.2度で、 見かけの大きさは16、クジラ座の位置に存在した。地球との接近の後、2020BX12 は近日点への接近を続け、2020年3月21日に通過する。2020年2月の 2020BX12 による接近は、レーダー観測所が小惑星の特徴を詳細に研究する機会となった。 アレシボ天文台で2日間の観測期間にわたって、天文学者は小惑星のサイズ、形状、時点を測定し、小さな衛星を発見した。2020BX12 は次の200年で地球のそばを好転し続けるが、2020年2月の接近ほど接近することはない。2020BX12 による近い距離からの接近は、 小惑星が 0.009au の距離から地球に接近した1931年2月1日であった。2020BX12 は2020年3月21日に近日点を通過、遠日点への接近を始め、2020年6月28日に小惑星は 0.042au の距離で火星に接近する。2020BX12 の次の地球への接近は、 2022年と2024年2月で、それぞれ 0.18au と 0.34au の距離で接近すると見られる。2020年1月4日から1月5日までのアレシボ天問題でのドップラーレーダー観測では、2020BX12 は 1PX につき7.5メートルあたりの解像度で撮影され、小惑星の物理的特性を直接測定することができた。 2020BX12 は直径が少なくとも165メートルである。これはベンヌなどの他の地球に近い小惑星でよく見られる形状である。2日間にわたるレーダー観測から 2020BX12 の自転周期は最大で約2.8時間と見られている。2020BX12 の衛星は2020年2月10日に アレシボ天ん問題によって発表された。小惑星センターによる衛星の命名規則に従い、S-2021 と命名された。ありがとうございます。